どうもマンボウです。海外ミームサイトノーユアミームで1ヶ月に1回ユーザーからの投票で今月一番のミームを決める企画、ミームオブザマンス。以前投稿した1月から4月の動画に引き続き、今回は5月から8月までのミームオブザマンスに選ばれたミームについて解説します。このチャンネルでも以前解説したミームがちらほら出てくるので、一緒にここ数ヶ月を振り返っていきましょう。果たして今年の春から夏にかけてどんなミームが話題になったのでしょうか。それでは行きましょう。まずは5月から。この月のミームオブザマンスに選ばれたのは It's Moving Timeです。なんと驚くべきことに4月に続いて2ヶ月連続で映画モービウスのミームが1位に。投票率は 56% でした。ちなみにこのミームは、この映画の一番良かったところは主人公が It's Moving Time というところだという、映画の出来を皮肉るために本編に存在しない場面の感想を述べたネタツイが元ネタです。この月はミームオブザマンスの候補だった16個のミームのうち、モービウス関連のミームが6つも入るという快進撃でした。例えば映画のポスターのパロディ、半分に分かれた顔を別のキャラクターや人物に変えたネタ画像がネットで作られるように、さらにカーネル・サンダースと組み合わせた画像が KFC のツイッターアカウントから投稿されるなど、企業の公式まで反応するレベルで話題になりました。この空前のモービウスブームを受け、主演のジャレット・レトさんはモービウス2 It's Moving Time が公開されるというジョークを発言。さらに映画を制作したソニーが6月に1000館以上の映画館でモービウスを再上映すると発表するなど、制作陣もミームに反応していました。あれだけネットで話題になったんだから、興行収入も倍になるんじゃないのと思った方、ちょっと冷静になってください。そもそもなぜモービウスはミームになったのか、これは決して映画が傑作だったからではなく、映画の出来が悪かったのを多くの人がネタにしたから。つまりユーザーが求めているのはモービウスを使ったネタであって、モービウスそのものではないのです。おそらくソニーはその辺を勘違いしてしまったのかもしれません。果たして結果はどうだったのか。再上映初日の興行収入は85,000ドル。数字だけ聞くとあれ多くねと感じるかもしれませんが、計算すると1巻あたりの平均売上はなんと約82ドル。1日に映画館に来た人数は10人未満という映画史に残るレベルのとんでもない大爆笑を記録。ただでさえネタにされているのに、いじられっぷりに拍車がかかるような珍事件となってしまいました。果たしてここから立て直せるのか。仮に続編が作られたとしたら、公式にミームが逆輸入されるなんてこともあるかもしれませんね。モービウスについては過去の動画で解説しているので、気になる人はチャンネルからご覧ください。次は6月です。この月の候補に選ばれていたのは、アニメーターのスピードルさんが YouTube に投稿した動画で急激に海外の人気が上昇した2016年のゲーム逆転裁判6に登場するピンクのピエロのキャラクター、旋風亭プーコのミームや、ピングーの鳴き声と神妙な表情にモーツァルトのラクリモーサを組み合わせたシュールな雰囲気のミーム、テリファイドヌートヌートなどがありました。そんな話題のミームを退け、見事6月のミームオブザマンスに選ばれたのは画像生成サイトダリミニです。投票率は 44% でした。これはオープン AI という人工知能を研究する団体が作ったダリというアプリケーションの模造品で、簡単に言うと文章を入力すると AI がそれを元に画像を生成するというもの。その技術は素晴らしく、例えばアボカドの形の椅子と入力するとこのような画像たちが作られます。どれもこれも実際の商品ではないかと疑ってしまうような出来ですね。また写真だけではなくイラストも作成可能で、サングラス姿のピカチュウと入力するとこんな感じになります。写真と比べるとさすがに所々崩れてはいますが、このキャラは何と聞かれたら間違いなくピカチュウだと言えるレベルです。ダリはその高い精度からいくつもネタ画像を生み出していきました。海外のネットユーザーが作ったのは、ウォルマートで迷子になるサノス、ブレイクダンスをするダースベイダーを映した監視カメラの映像、ソンブレロをかぶった巨大ハムスターが東京の街を襲うといったシュールすぎるものばかり。こうした画像はネットで話題になり、ツイッターではこのサイトで作った画像をまとめるアカウントまで作られました。ちなみにダリという名前は芸術家のサルバドールダリとディズニー映画のウォーリーを組み合わせたものだそうです。そういえば日本のネットでも AI を使ったイラストや AI に小説を書かせるサイトがちらほらネタになっていますよね。つい最近も絵師の画風を学習して AI にそっくりな絵を描かせるサービスが SNS でかなり物議を醸しました。 AI は確かに便利ですが、それによる弊害についても考える必要があるでしょう。果たしてこれからどうなっていくのか、 AI はミームにも影響を及ぼすのか、今後が気になりますね。7月に行きましょう。この月は海外ドラマ The Boys の第3シーズンが公開されたのもあり、作中のメインキャラクターの一人であるホームランダーのミームが作られ候補に選ばれました。僕も今このドラマを途中まで見ているのですが、クイーンメイベとホームランダーの飛行機事故のシーンが今まで見たドラマの中でもトップクラスの胸クソでしばらく泣いていました。他に選ばれたミームで注目すべきは、 TikTok で話題になったヤバすぎる調味料ピンクソースでしょう。このチャンネルでも TikTok でもピンクソースについて動画を上げましたが、 YouTube では現在約34万回再生、 TikTok ではなんと200万回再生を突破し、20人くらいだったフォロワーが一気に2000人まで
で増えました。本当にありがとうございます。ちなみにあれからどうなったのかというと、ピンクソースの作者であるシェフ P さんの家に FDA が来た時の様子がインスタライブで発信されたそうです。ただこの映像は一部の人からやらせだという意見もあります。事態が悪化しないことを祈るばかりです。話を戻しましょう。7月のミーム・オブ・ザ・マンスに選ばれたのは、音楽に合わせて猫が踊るシュールな映像、キャットブレイクダンシングです。投票率は 27% でした。おそらく1位になった原因は、このミームの構図と面白い動きが様々な作品に応用できるため、多くのアニメーターがパロディを作ったからではないでしょうか。実際このチャンネルでミームを取り上げる前よりも、キャットブレイクダンシングの動画が結構増えたような気がします。加えてミームが流行したことにより、 BGM として使われているオンリーユーも再生数が増加しました。元動画の概要欄でもミームに触れていたり、タイムスタンプが書かれていたりと、投稿者はキャットブレイクダンシングを好意的に捉えているそうです。また以前解説した動画でも触れましたが、企業の公式がパロディしたこともあります。有名なところだと KFC の公式 Twitter が踊るチキンの動画を投稿したり、日本だとブルーアーカイブの公式が同じ構図の動画を投稿しています。日本の公式アカウントがこのミームのパロディをしたのは結構驚きました。ニャンキャットしかり、このミームしかり、猫関連のミームはちょくちょくネットで話題になりますよね。きっと猫とネットミームの相性が抜群に良いからなのだと思います。次に流行する猫ミームが楽しみです。最後は8月に行きましょう。この月の候補にはあまりの珍しさからネットで話題になり、なぜか TikTok で釣り動画として使われるようになったコットンキャンディーロブスターが入っていました。この動画を見ている人の中にも、青いロブスターのせいで鼓膜がいかれた人がいるのではないでしょうか。ベイト&スイッチ系のミームは昔から人気ですよね。今でもリックロールのミームが作られ続けていることからもそれを実感できるのではないでしょうか。そんな中、8月のミームオブザマンスに選ばれたのは、ソビエト版宝島に登場するドクターリブシーことリブシー博士。 38% という投票率で今月最も注目されたミームとなりました。それ以外の候補にも、リブシー博士が歩くシーンに Why Not という曲を合わせたドクターリブシーウォークというミームがランクインしていました。1988年に作られたアニメの登場人物がたった1ヶ月で最も注目されたミームの一つになったのは、リブシー博士というキャラクターが持つ底抜けの明るさと男らしさのおかげでしょう。海外では筋肉質なキャラクターとチャットを組み合わせたミームがよく作られていますが、今回のリブシー博士の流行もチャットのミームと結びつけられ、コミュニティ内の熱が再燃したんだとか。さらに8月23日にはリブシー博士を演じた俳優のエフゲニー・パペルニーさんが劇中のセリフを読む動画が YouTube に投稿されました。動画自体が最近のものかははっきりとは分かりませんが、おそらくミームの流行を受けたファンサービスだと思われます。 We are number one の時もそうでしたが、本家や原作となった作品に出演している人がこのように反応してくれるのは、ミームが好きな人にとっても原作が好きな人にとっても素晴らしいことではないかと思いました。以上、5月から8月までのミームオブザマンスについての解説でした。今回取り上げたミームの中で皆さんが特に印象に残っているのは何ですか？ぜひコメントで教えてください。9月から12月までのミームオブザマンスは来年の1月頃に投稿予定なのでお楽しみに。いかがでしたか？今回5月から8月までのミームオブザマンスについて解説しました。このチャンネルでは他にも様々なミームを解説しているので、海外ミームが好きな人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また解説してほしいミームがあればぜひコメント欄にお書きください。本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。